ホスローのイーーンとは、イラクのバグダード南東の EN、サルマンパックの町にある、古代都市クテシフォンにある、宮殿跡の一部。サーサーンアサのホスロー一世が550年頃に建設したとされる。アーチの高さは37メートル、幅26メートル、奥行き50メートル、古代ローマの水道橋の技術が応用されている。宮殿の材質は古代ローマのコロッセオと同様に、 内側は焼きレンガで作られ、外側は石器材で補強されていたと考えられる。しかし、638年にカービシーヤの戦いでさあ、サーン長軍はイスラム帝国のアラブ軍に決定的な敗北を喫し、ヤズゲキルド三世はアラブ軍がクテシフォンに到着する前に逃亡した。ホスローのイーワーンもチグリス川東岸の初級殿の一つだったと考えられるが、タバリーや バラーツリーなど9世紀のアラビア語年代記によると、当時、東条と呼ばれた、この地区に、アラブ軍がやってくると、ジンバ一体となって、チグリスの水流に乗り入り、浅瀬から押し渡ってきて、サーサーアン・アサの守備部隊は、夜戦で応戦したものの、フリオ・サトリは平常約を結んで降伏したという。クテシフォンは、その後バグガードが建設されるまでイーラクの主要都市として、存続したようだが、 オスローの宮殿は、クテシフォンでの戦いの前に放棄されたようである。現在はアーチを挟んで、建物の右翼側しか教壁が残っていないが、かつては、両翼が存在していた。20世紀初めにチグリス川の増水で、左翼部分が押し流され、現在は、右翼片側のみ壁面が残っている。1980年代のサッターム、フセイン政権下から大規模な改修が行われている。 ありがとうございます。